長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典は、毎年、長崎県長崎市に原爆が投下された8月9日の原爆期に平和公園で行われる原爆死没者の霊を慰め、世界の高級平和を記念するための式典である。一般的には略して、長崎平和記念式典と呼ばれている。長崎市長、田植福の長崎平和宣言式典は会場である。 平和公園の平和記念像前において、原爆死没者の遺族をはじめとして、市民多数の参加のもとで挙行されるものである。毎年長崎市長によって行われる平和宣言は、核兵器の廃絶と世界高級平和の実現を訴え続けているもので、あり、世界各国に送られている。原爆が投下された11時2分に、長崎の鐘やサイレンを鳴らし、式典会場のみならず、家庭、 職場で原爆死没者の冥福と高級平和の実現を祈り、1分間の黙祷を行った後、長崎市長が平和宣言、平和への、また当日の長崎市の各所では原爆死没者に対する異例と核兵器廃絶を訴える式典が行われている。近年は平和教育の一環として、式典の司会進行を市内の高校生に行わせている。また、 水を求め死んでいったという故事を受け、懸水が行われるが、これにも市内の小中学生代表を参加させている。平和公園での式典において、小学生による平和の誓いが行われるが、これは爆心地に近い山里小学校と城山小学校の6年生が毎年交代で行っており、奇数年は城山小、多摩数年は山里小となっている。なお、 当初原爆の投下目標とされた北九州市、小倉北区においても、同時並行で式典が行われており、長崎市長が、毎年メッセージを寄せている。内閣総理大臣、福田康夫の挨拶式典の流れは次の通り。開式原爆死没者名法案式辞根水、県下目等長崎平和宣言平和への誓い、児童合唱来賓挨拶合唱。 千馬鶴平式広島の式典に比べ、長崎の式典中継はあまり行われておらず、地元からはこれを批判する声も上がっていた。最も積極的に中継を行っているのは NHK 長崎放送局であるが、それでも九州沖縄のブロックネットに止まっている期間が長かった。完全に全国ネット化されたのは2000年からで、地元からの強い要望の末に実現したものであった。 NHK では総合テレビ、ラジオ第一放送、NHK ワールド TV、NHK ワールドプレミアムで同時放送し、NHK ワールドラジオ日本でも13時台と17時台に通常番組を差し替える形で録音放送される。テレビの放送は2カ国語放送を実施し、総合テレビではリアルタイム字幕放送も実施。2010年までは衛星。 第2テレビでも放送されていた。2020年は、総合テレビでは10時50分から11時50分まで、ラジオ第1放送では10時55分から11時30分まで放送。2018年以降はニコニコ生放送によるライブストリーミング配信も行われている。民放は、長崎県内のみの放送にとどまることが多い。以下、2020年の実績。 長崎放送10時30分から11時30分まで、被爆75年願いをつなぐ長崎原爆犠牲者、異例平和記念式典中継と題して放送。TBS ニュースバードでも、同時放送。妖怪学園 YN との遭遇は休止。長崎国際テレビ、週一を飛び降り、9時55分から11時25分まで、被爆75年報道特別番組未来へつなぐ。 長崎の願いと題して放送。日テレニュース24でも同時放送。ニノさんは休止。一時、九州内の NNN4 局ブロックネットで放送していたことがあった。また、被爆70年の2015年は、広島テレビでも放送された。2016年は、リオデジャネイロオリンピック2016競泳決勝の中継の関係上式典中継をすることが、 できなかったため、その代わりに、同日16時25分から16時53分まで、ドキュメンタリー番組、くすのき未来へつなぐ平和へのメッセージを放送した。長崎文化放送10時30分から11時45分まで、語り継ぐ夏日爆75年、長崎平和記念式典中継と題して放送。テレビ長崎10時から11時45分まで、 被爆75周年長崎原爆犠牲者異例、平和記念式典伝えたい長崎と題して放送。ワイドナショーと未来モンスターは時差ネット。NBC ラジオ10時30分から12時まで、被爆75年 NBC 平和の日ラジオと題して放送。加盟している NRN にてレギュラーネットを受けしているサマーズ三村正和と小島瑠璃子のミムコジラジオ。 三宅裕二のサンデーヒットパラダイスは休止。1946年9月に着任した占領軍長崎軍政部司令官のビクターデルノア中佐は第二次世界大戦中ヨーロッパ戦線において戦車隊長としてドイツ国内は今ある近郊のブーヘンバルと強制収容所の収容者や近隣にて収容されていた連合国側捕虜を解放し、その際に ナチス親衛隊が収容所においてナチスに抵抗したドイツ国民や同性愛者、ユダヤ人に対する拷問、人体実験の証拠隠滅のためにした収容者の虐殺遺体を見てアメリカの正義への確信を深めていった。1946年10月12日の長崎市西坂公園の新州親派の門との原爆犠牲者の慰霊式を見てまた小学校を 仮病棟にした長崎医科大学附属病院の被爆者の患者の惨状を見て原爆投下は兵士でない一般市民が犠牲になったことで上記のアメリカの正義がドイツのナチスの所業と同じではないかと感じるようになった。GHQ 占領当時、米国兵と米国民の安全を確保するために反米運動の契機となる情報提供が禁止されていたのと東京裁判において 日本軍の一般市民に対する空爆が戦争犯罪として審理対象になっていなかったことから原爆についての報道の全面禁止が占領軍の方針であった。しかし原爆投下の正当性を疑問視していたデルノア中佐は長崎着任後半年後に当時14歳の石田雅子の被爆体験式を出版させようとして GHQ に許可を取ろうとした。 GHQ はそれを認めなかった。1948年にデルノア中佐は、長崎軍政部司令官として、原爆は人類を滅亡させる、無用の長物、二度と原爆を使ってはいけない、あの日のこと、死んだ人の思いを生きている人が伝えると述べて、第一回長崎平和記念式典を、長崎市に許可した。この式典で行った、演説原稿を含む、デルノア中佐の個人文書類が、 アメリカ合衆国メリーランド州、メリーランド大学、ゴードン・ W ・プランゲ文庫にて保管されている。1949年にデルノア・ジューサは、長崎を離任した参照。ありがとうございます。